すごい人ですね。すみません、大変お待たせしてしまいました。こんな寒い中に皆様長々とお待ちくださいまして本当にありがとうございます。始めてまいりますけれども、ちょっと見るからに皆様寒いなという顔してこうなってるんですよ、肩が。これ余計寒くなっちゃうので、ちょっと頑張って周りの方に配慮しながら肩だけ回しましょう。後ろにこの方が絶対暖かいので、筋肉を収縮しないようにしながら、ぜひステージご注目いただきたいと思います。本当に大変お待たせいたしまして申し訳ありませんでした。さて、次の3回目のステージはアサシンクリード4。ステージ進行は MC に麻生夏子さん、そしてコメンテーターは電撃プレイステーションの和尚さんにお願いしたいと思います。それでは大変お待たせいたしましたが、こちらのステージにご注目いただきたいと思います。それではまた後ほど。皆さんこんにちは。こんにちは。大変お待たせしました。ここからはですね、2014年2月22日に発売される PS4 版のアサシンクリード4ブラックフラッグスペシャルステージをお届けしたいと思います。いや、すごい人ですね。すごい人ですね。今日はこんなにお足元の悪い中、皆さんお越しくださいまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、先ほど寒いから肩を回してとおっしゃったんですが、私すいません、こんな格好で。すごい寒いんですけども、このステージで一緒に暖かくなりたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。司会は私、改めまして麻生夏子が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それに加えて、はい、ゲームの解説をしてくださるコメンテーターとして、はい、電撃プレイステーション副編集長の和尚さんにもお越しいただきました。はい、和尚です。よろしくお願いいたします。早速ですが、和尚さん、今回のアサシンクリード4ブラックフラッグシリーズのナンバリングタイトルとなるこの、ね、新作ですけども、どのようなところが見どころなんでしょうか。はい、アサシンクリードシリーズ、まあ、もう会場にいらっしゃるっている方にはもう基本はもう言わずもがなという感じの人気シリーズなんですけれども、はい、これまで1作目が十字軍時代のエルサレムが舞台 で、はい、で2作目2がルネサンス時代のイタリア、はい、で昨年出たばかりでた3が、あれですね、独立戦争時代のアメリカという形で、うん、はい、毎回異なる時代、異なる舞台で展開してきたんですけども、はい、で今回の方がなんと海賊の黄金時代の、うんうん、カリブ海という形で、かなり今までとはガラッと違うロケーションで展開するという形で、はい、うん、まあ、見どころとしてはそのなんといってもそのロケーションですよね、はい、もう今までと違うこの青い海とカリブ海のロケーションの中で、うん、さまざまなドラマが展開すると、はい、でさらに今回 PS4 で、はい、いよいよ発売されるというところで、ね、はい、うん、そこら辺が一番の見どころかなというふうに思います、うん、ね、またより映像も綺麗になりますからね。で、まあ、そんなね、すごい進化を遂げたそのアサシンクリードの4がなんとこの会場で体験できるということ で、もうやってきたよなんて方いらっしゃいますか。結構いらっしゃるんです ね、 そうですね。どうでした、綺麗でした、やっぱり。皆さんね、うなずいておりますよ、ニコ生の皆さん。はい、ね、これニコ生も流れてるということ で、 そうです、ね、はい、よろしくお願いします。ね、でも今回は実際にここで体験できるということで。そうなんですね、はい、でこちらの会場の方もこの UBI で、2013の方も、はい、本日の17時半まで、はい、入場できますので、はい、もしニコ生をご覧になってて、あ、行けるっていう方は、はい、もうぜひ会場に来ていただいて、実際になんか実況を触れていただきたいなというふうに思います。そうですね、できちゃいますね、ただ皆さん本当にこんな格好では出てきちゃダメですからね、本当に寒いですから、今日は、はい、寒さ対策、はい、それだけ本当しっかり、はい、ぜひしていただければなと。で、まあ、今回は私このステージ上でですね、会場の私有台でできるミッションを実際に私がそうなんですチャレンジさせていただく。しかも PS4 版で PS4 版で、そうなんですよ。そうなんです。実は僕も、はい、今回やるミッション一足先に体験させていただいたんですけれども、はい、実は PS4 で見るの初めてなんですよ、はい、なのでそこもすごい楽しみなんですけれども、はい、なんかミッション自体は、まあゲーム中の1エピソードを、はい、見ていただく形になるんですけれども、うん、すごい今までのアサシンクリードらしさと
今回の方ならではの部分と両方体験できるかなりいいミッションだと思いますので、はい、そこら辺もちょっとじっくり堪能していただけたらなと思います。はい、私もね、数時間ちょっとプレイ、PS3 の方でちょっと練習させていただいたんですけども、今回私も PS4 今これ触るの初めてですから ね, で, でさっき若干ちょっと操作が違うみたいな話を私こう、もう本当に昨日の夜もドキドキしながらやっていたんですけど、あれですね、いわゆる イマジネーショントレーニング、イメージトレーニングをやってたんですけど、だからちょっと今日うまくできるかどうか。でも大丈夫です、はい、大丈夫ですかね、はい、お付き合いください、よろしくお願いしますそれじゃあ早速、ゲームの方に移りたいと思います。わあ、じゃあそれでは映像の方ですかね。はい、じゃあ映像の方よろしくお願いいたします。はい、将軍、我々は海賊の伝統にのっとり、イカれた一人の男の命に命を懸けるのではなく、イカれた個々の魂の命に命を懸けよう。我々の標的は王藩のガレオンだ。守りの要としてぜひとも欲しい。そこでケツを取りたい。では入り江に乗り込み船を奪うことに賛成する者、足を踏み鳴らして声を上げろ。反対の者は泣きわめいてろ。満場一致だ。法の議会でも見られまい。あ、いきなり相当海賊っぽいイベントシーンからスタートですよね。ですね、かっこいい感じ始まりました、ね、あ、そうだ、えいそうですね、はい、今回のミッション自体はこのジャングルを抜けてデュカスという男を暗殺するのが目的なんですけれども、はいはい、まずこのあれですね、岸に渡らないとですね、そうですね、渡りたいんですが、あれこれはあれ、こっちか、いや違う、こっちだ。 R2 を押しながらジャンプで、押しながらジャンプ、あれできない、え、どうしよう、どうしよう、 Z かな、どうしよう、とりあえず×、うん、わー、できた、あ、×まず、あー、はい、やっと行きましたね。人泳ぎしてる、人泳ぎしてる、あ、やっと岸の向こうに行けました、うん、で、こっからこの遺跡を抜けていく感じですね、はい、これね、最初プレイした時僕もいきなりどうすんだらいいんだろうかかなり迷ったんですけども、そうですね、これこっちでいいのかな、結構いろんなルートあります、ここを引かれ、ここであれですね、あ、なるほど、あ、はい、木のところですね、こっちですね、いや、しかしでも綺麗ですね、いやー、映像綺麗ですね、景色も見えますけど、チラチラとなんか、はい、お天気がいいですね、これはかなりもうカリブ海ですよ、はい、素敵、こっち、これをそのままそうですね、壁自体に右方ですね、えい、あ、行きます、はい、えい、えい、あれ、あれ、こっちか、ここジャンプで、はい、ジャンプで、そうですね、あーあーオーマイガー、ずっとちょっと予定になかったの、これどうしようかな、裏側でもう一回ですね、裏側から行きます、背中側に飛ぶともう一度やり直します、はい、おかしいな、練習ではもっとうまくできてたんですけどね、やっぱりこうなかなかこんなに大勢の方に見られてゲームするって、緊張します、緊張します、やっぱりうわー、どうしよう、もう緊張な、こっち、こっちだよ、あ、こっち、これを右沿いですね、ああ、無事キャッチ、ったよ、あ、まだ戦ってないんだけど、ごめんなさい、ここ分かってても結構ドキドキ、そう、これ分かってるんですよ、分かってたんだけど今すごい今驚いちゃった、ヒヤヒヤしますね、えい、おう、うん、えい、もうすぐ、あ、ね、
ここでいよいよジャングルに到着ですね。はい、ジャングル到着ですね。ここからいよいよだんだんあれですね、敵というか見張りを対処していかなきゃならない感じですね。そうですね、ここからが。怖いよ。あ、いる、もういる、いる。向こう、今向こう向いてます。向こう向いてます。向こう向いてます。とりあえず茂みに隠れましょう。結構あれですね、なんかジャングルの中、隠れるポイントはそこそこあったりしますんで。そうですね、茂みの中に隠れながら、あ、こっち来ましたよ。今こっち来たんで、まだ今出ちゃうとまずいですね。こっち来ないかな。あ、これどうしましょう。これ多分背後から近づいてやっちゃった方がいいような気がしますね。¡Saludo de mi parte al del tridente! ¡Perdóname! ¡Honto a asas したかったんですけど! ¡Queca オーライです! はい、結果オーライですね。まあ、とりあえず一人行けましたね。危ね、危ね。ここですね、なんかそこの木の石の柱みたいなのがあると思うんですけれども、はい、そこの上にぴょんぴょんって乗っかって、なるほど、その枝の上に行ってみてください。ちょっと行けました。ゆっくり進むとですね、暗殺っていうボタンが出ます。はい、お、当てないかな。当てた、当てた、出た。四角を押してみましょう。おー、なんか出ましたね、これ。なんか出たけど、これは どうしたらいいかな。あ、それ×ボタンで。×で、はい、続けます。で、これは危ないんで隠しときます。こんなこともできるんですよ。あ、あ、危ない。もう一人。嘘、嘘、嘘。いつの間にかもう一人来てました。嘘、聞いてないよ。やっぱり結果オーライです。やっぱり結果オーライですね。今日はね、ちょっとついてますね。あ、これ逆ですね。あ、逆でしたか。こう敵が来るとどっち進んでいいか分からなくなっちゃいますね。はい、こっちです、こっちです、ね、こっちですね。これはこっちですね。あ、一人ちょい先に一人いますね。あ、いますね。あ、いたな。どうしよう。これもなんかぐるぐる同じところ回ってるんで、向こう側に行った時になんとか近づいてる感じですね。あ、それかこの木の上に登ってもいけるかもしれない。お、木の上に登りますか。暗殺。あー、できた。今だ、今だ。今のはバッチリ。へへへへ、 OK です。気分がいいですね。やばい、一発で決まると気分いいですよね。一発で決まると気分いいですよ。今ちょっと近づきましたね。あ、これ近かったね。あー、気づかれちゃいましたね。うん、なかなか、なんか攻撃が当たらない場合は×でガード崩すと当たりやすい。なるほど、でもちょっとごめんなさい、怖いから逃げますね。やっとここまで来ました。追ってこないですね、追って振り切りましたね。巻きました。できました。かなりジャングルっぽいところまで。はい、ジャングルっぽいまで来ましたね。またこっからがまた難しい。そうですね、こっから結構大変ですよ。こっからが大変なんです。敵の量が増えますね。ここはまだ走ってっても大丈夫ですよ、はい。降りる。ああ、
もうそろそろあれですね、これ来ますね、そろそろ敵のキャンプというか、なんか集落みたいなところに来る、はい、あ赤い点が見えますね、下の見えますね、下の左下の方ですね、画面多分その先の草むらに一旦隠れちゃった方がいいですね、あこれはどうしようかな、あ、そうか、私が動いてもしょうがないな、こうですね、いけ、隠れろ、そこですね、隠れました、で、多分ですね、ちょっとじりっと進んで、はい、多分口笛を吹いて呼び寄せられると思うんですよ、はい、あ、ここら辺で呼び寄せますか、どうしましょう、よ、口笛吹いてみました、あ、今失敗でしたか、大丈夫でした、あ、来ましたね、あ、来た、で、近寄ってきたところを、あ、見つかっちゃいましたね、うわごめんなさい、あああ囲まれた、あ、これ、これ、これやばい、これやばい、あ、これやばいです、これやばい、ガーどうしよう、あ、あ、痛いよ、どうしよう、どうしよう、ごめんなさい、ダッシュとりあえずかなり強行突破になりましたね、すいません、強行突破です、あー、また見つかった、違う、違う、バカ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 、あ、あ、もうダメかもしれない、もうダメかも、やだー、いやー、やだー、あー、あー、大変、まだまだまだ追っかけてくる、どうしようどうしよう、結構追っ手の数が多いから厳しいですね、どうしよう、私これ結構これやばいですよね、どうしよう、こんなことになるはずじゃなかったんですけど、あ、目標地点にとりあえず進んでいますか、はい、マジでどうしよう、まだ追ってきますね、あ、どうでしょう、どうでしょうかね、ああ振り切りましたね、イエーイやったあ、かなりでもかなり無理やりでしたよ、無理やりでしたねあの本当はこういうつもりじゃなかったんです、あのもっとスマートに行く予定だったんですけどね、かなりアサシンじゃないクリード的な感じですね、これね、そうですね、アサシンしての最初だけですね、お最後の方ただ逃げてるそうになってましたけど、あ、じゃあ こっからですね、こっからですね、あのこの先に船があって、そこにデュカスっていう男がいるんですけれども、はいはい、そうなんです、そこにたどり着くまでにかなり敵の数が多いん で、さあどうしようという感じですね、さあどうしましょうか、とりあえず1個前の茂みには進みたいですけど、そうですね、この前の人はこっち向いてるのかな、あ、その敵なんですけど茂みに隠れて銃で撃っちゃうのもありですね、そうですね、銃で撃ちましょうか、近いかな、近いかな、大丈夫かな、これ、ま、丸？これ、ああ、あ、こいつに近寄らない、気づかれちゃいますね、これが離れるまでちょっと待ちましょう、これ、撃つのってですね、多分 R2 だと思います、 R2、 かっこいい、あ、でも、あ、でも、あ、だ、そう、岸毛に隠れましょう、岸毛に、あ、逃げました、あ、撃ったさ、あーあーやだ怖いよ、3人もいる、多分ですね、これ戦闘危険です、逃げましょう、逃げましょう、逃げます、アント、あ、違う、バカバカ、私あの、どうしようかな、これ、ね、試しに海に逃げてみましょう、海に逃げてみましょうこの、あの私がこう敵に囲まれるために皆さんのあーっていう、ここでしばらく待ちましょう、多分ですね、めっちゃいるじゃんめっちゃいるじゃんわかんない、あのめっちゃ待ってますよこれごめんなさい、あの私このシリーズやるの初めてなんですけど、こんなに囲まれるもんなんですか、どうなん囲まれない、あ、皆さん首を振ってらっしゃいますね、あーこれすいません、ちょっとあのニコ生の皆さん、もうちょっとアサシンらしいとこ見せてよって、本当すいません、
本当にこれもう当たってしてないですね。ただバトルしてますね、本当に。これはでもあの私あそこのこの画面の右上のこっちかな、こっちの方にあるあの樽に火をつけてみたいんですけど、そうです、あのさっきちょうどあの逃げた時に屋根に登りかけたところの、あのそこに樽に火をつけて、はい、ちょっと注意をそらさなきゃいけないんですよ。そうなんですよね。これ安全に行くんであればあの左の方のちょっと丘の方、上の方にちょっと行きますか。あ、まだ一人いますね。まだいます。多分遠くから銃で撃っちゃった方がいいと思います。あ、なるほど。あ、でもここは遠いですね。遠い。敵無視してなんかあれです、ね、もうちょっと近づいて樽自体を銃で撃っちゃった方がいいかなと。樽を銃で撃つ、あ、待って、これ結構見つかってるんじゃないですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。樽はこの左手の方ですね。これですか、この今、画面で真ん中にある、そう、これの正面の小屋のところにあると思います。ってことはこっから撃っても遠いですかね。遠いですね、ちょっと。どうしましょう。わー、これでも敵少なくなりましたね。そうですね、だから一体一体対処していった方がいいかもしれないですね。対処、もうちょっとた、あ、まずその今近づいてくるやつをやり過ごしたいですね。銃いけるかな。あー、動いてるから怖い。あ、違う、撃て、あ、バカ、もう、わー、結果オーライです、まあ、結果オーライです。もう、もっと当たりしたいのに。あ、一人来てますね、一人来てます、はい、一人向こう側から来てます。あ、こいつは戦います。あ、本当すいません。じゃあもう船行きますか。もう船行ってみます。船行きますか。あ、でも火薬庫までも行けますよ。なんかもう行けますよね。じゃあちょっと船の方に行きたいと思います。いやでも皆さんお上手なんですね。私なんか結構、まあ、性格もそうなんですけど、こうや当たって砕けろみたいなところがあるので、多少きっとゲームにちょっとそういうの出ちゃうんですね。これはこれですね、 L3 ですね。あの左のスティックを押し込むと、はい、あのターゲットがどこにいるかっていうのが分かってたりしますが、まだ上の、はい、船の上ですね。急ぐんだ。あ、ここら辺から登れますね。登れますね。もうちょっと後ろ行きましょうか。ここら辺から行けますかね。さあ、この辺から多分登れると思います。あ、これで船尾の方、後ろの方にあるんですね、はい、のそのまま奥の方に進んでいった方がいいですね。急ぐんだ。申し訳ないです。もう一回登ります。あ、そうですね、えい、あ、登れますね。登りますね。いけいけ、えい。あ、こっちは無理か。あ、上に、あ、このままちょっと、ね、このままちょっと横にゆっくり移動。そいつを海に引きずり込んで倒せます。そうですね、やっちゃいましょう。アサシンらしいとこ見せましょう。イエーイ、ありがとうございます。あ、すごい気分がいいですね。拍手をいただきました。ありがとうございます。で、これでちょっと鷹の目を使ってみてください。 L3 ですね。 L3、 あ、これか。あ、あのマークのついてバカバカ、うん、マークのついてるのが危ない。あとは敵の動きを見つつですね、はい、
でですね、あのさっき の、はい、あの樽に樽を爆発させるとですね、はい、あのそのあれですね、あの暗殺の対象のデュカスがそっちの奥の陸の方をずっと見てるんで、はい、狙いやすくなるんですよ。なるほどね。それができなかったからちょっと難しい。そうだ、だからそれをしないと今みたいな感じであの船の上を歩き回ってるんで若干こう倒すのが難しくなると。なるほど、やっとけばよかったな。これで走ってっていけるかな。いやちょっと今ちょっと敵が来ちゃったんで、これ走ってあそこの1個目の登りたいですよね。そうですね、マストの上からやっぱ狙いたいですよね。これ1個目のところからでいいんですよね。早くしろって言われちゃった。これ私私に対してなんかゲームの中から早くしろ言われてます。ごめんなさい、早く早くします、早く行け これどっち、もうちょっと登っちゃって大丈夫ですね。あ、いや急げ早くしろ。はいはいはい、早くしてます。はい、でこの横、この横のマット、あのさっきからあのこれここ私いつもこう下まで降りちゃうっていう。でここの下を通りかかるの待ちましょう。はい、待ちますあ、いけますかこれ。いけますね。早くしろ。あ、いけるかな。もうちょっと、もうちょっと待ちますか。いきますよ。まだ。どうぞ。いきます。行く。じゃん。イエーイ。クソ野郎が。ありがとうございます。マスケットの中断のようだ。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に残念だよ。だが俺のことを仲間のテンプル騎士に話されては困る。哀れだな海賊め。我々のすべてを知り。我々の使命を見せられた上でなお愚かなならず者の人生を選ぶとはこれは何だ。一生コソ泥で満足できるのか。お前の頭では我々の野望は理解できんか。この世から帝国を全て排除する自由で開かれた世界、お前のような海賊のいない世界を貴様が自ら作り出した地獄に落ちるがいい。はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでしたか。いや、ちょっと台本通りにはいかなかったんですけれどもなかなかもうちょっと華麗になんかこ う、ね、なんかアサシンらしく、はい、行きたかったんですけども、やっぱりこうやっぱ性格が出てしまうなってのは思ったんですけど、でも最後あのエアアサシンを決めることができたので、決められましたね、なんとかホッとしてます。いやでもにしてもやっぱ綺麗ですよね。本当に、いや本当に麻生さんも僕も PS3 でプレイしてるんですけども、はい、いやそれと比較してもものすごい綺麗ですよね。いやめちゃめちゃ綺麗でした、本当に見入ってしまいましたけれども、さあ、まあ私がねこうプレイをこうしたところで皆さんお待ちかねステージ後半の方に参りたいと思います、はい、ではゲストの皆さんにですねステージにご登場していただきたいと思います。まずはアサシンクリード4の主人公エドワード・ケンウェイを演じた津田健次郎さんです。どうも津田健次郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、続いて男装の海賊メアリー・リードを演じた西賀美月さんです。どうもこんにちは、西賀美月です。よろしくお願いします。それでは最後に英国の紳士的な海賊ベンジャミン・ホーニコールドを演じた日野聡さんです。よろしくお願いします。はい、ここからですねこの3方によるトークセッションステージをお届けしたいと思うのですが、ですが、はい、その前にですねこのステージが初公開となる出来たてほやほやの日本語版アサシンクリード4最新トレーラーを見ていただきたいと思います。どうぞ。これまでに大物を夢見たことは、財宝を金銀を満載した船を襲って山分けし故郷へ帰るんだ。何かありそうだ、感じるぞ。自由に乾杯だ。全ての海賊と、そして全ての女たちに。
噂でキューバの総督が近くの砦で黄金を受け取るって聞いてな。トーレス総督本人が期待できそうだ。奪うなら今のうちにってわけさ。この町は廃人と化し、貴様らは全員吊るし首に処される。協力を拒むなら運命は変わらん。対策が必要だ。そう言うな。宝を手に入れたら一生遊んで暮らせる。全員がな。要はカリスマ性なんだ。バカを演じればバカしかついてこないが、威厳のある悪魔を演じればどうだ。誰もがひれ伏す。あら、お固い心をほぐしてあげなきゃ。柔らかい部分を固くしてやれよ。俺の秘密を知りたいってのか。おい、ケンウェイ、俺の船を沈めた奴らを生かしておけるか。はははは、燃えろ、クソタレが。お嬢さん、客にはなんて呼ばれてるんだ。シラフの時はアン、お嬢さんはないわね。怒りを上げて船を出せ。ジャマイカに出航だ。では入り江に乗り込み船を奪うことに賛成する者、足を踏み鳴らして声を上げろ。反対の者は泣きわめいてろ。任せとけ。我々の勝利だ。